さあ始まりました。本日はジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、3月8日午前9時16分 YouTube 録画しております。今日もですね、ちょっとジャスミンを見る前にビットコイン、それからイーサリアムですね、それから XRP、ライトコイン、それからジャスミンという形でちょっとね、それぞれのアルトコインも見ていきながら、ジャスミンはどんな感じなのかなというところですね。ビットコイン、アルトコインしっかりチェックしていきましょう。まずビットコインのチャートですね、今ご覧になっていただいているんですけども、昨日昨日、まあこれから朝ですね、朝にかけてニューヨークダウが700ドル以上の、ね、大暴落、それからナスダックも400ポイント以上の大暴落ということでね、本当にこんな最悪な相場ってなかなかないですよね、最近ではね。本当珍しいんじゃないかなという動きです。ただし、この終わりが見えない。まあ、下がってる方がなんかしっくりきてしまうというような感じでね、本当にもうなんか麻痺してくるような感じなんですけども、その終わりには仮想通貨ね、本当にギリギリのところで踏みとどまっているというのがこのチャートかなと思います。では現在の値ですね、それぞれ確認していきます。はい、こちらちょっといろんな仮想通貨あります。まずビットコインですね。こちらの方から見ていきたいと思うんですけども、ちょっと上に戻っていいですか。すみません。はい、ビットコイン、それからイーサリアム、今ライトコインという見えていると思いますけども、それぞれちょっとね、日足なども見ていきながら確認していきましょう。はい、ではビットコインからちょっとね、説明させていただきたいんですけども、こちらニューヨークダウがね、下がっているとは思えないぐらいの、まあ、安定しているような状況でありまして、まあ、ちょっとこの動きはやはりね、仮想通貨の方に少しシフトしておいた方がいいかなというね、アイデアもあるんじゃないかなと思いますし、まあ、なんとか本当ギリギリね、いろんなところが、こうビットコインの方がいいかなという考えもあるんでしょうか。ちょっとその辺はね、詳しくわからないんですけども、まあ、ニューヨークダウが下げてていて、この状況っていうのは相関性はあんまり高くないぞ、最近ビットコインとっていう感じはね、ちょっと見て取れるんじゃないかなと思ったりしていますので、今後の動きに注目ですね。ただし、これ、アメリカの、ね、株式が始まる頃に向けてこのままの状態保てるか、ちょっと怪しいな。まあ、先物がちょっと今日は昨日より安定してますので、まあ、ここが下げ幅広げてこなければいいんですけども、また広げてきた。それからニューヨークでは500ドルぐらい下がりますと言ったら、仮想通貨おそらく下向きになってきて深く押すんじゃないかなと考えてます。今はなんかちょっと違和感ですね。あれ下がんなくていいのかみたいな、ちょっと、ね、変な言い方なんですけども、そんなような状況ですね。ですので、それは時間の問題なんだけど、なんとかギリギリ耐えているんじゃないかなっていうぐらいなんで、皆さん、油断は本当にしないでください。全然、底落ちなんていうのは甘すぎるなっていうふうに考えてますので、まだまだね、まあ、光が見えてきてないなっていう状況が正しいんじゃないかなというところです。今は本当に、とにかく嵐が過ぎ去るのを待つというところにね、シフトしていきたいですね。危ないです。それからイーサですね。こちらの方も、こじっかりですね。28万9000円ということで、ちょっとね、今、下落の方にシフトしているんですけども、非常にこのプラスの時期もありましたし、まあ、この辺の値段っていうのはなんかこう、今大事な局面なんじゃないかな、30万円前後ですね。ここが今後のこう展開する中で非常に重要な局面になってくるんじゃないかなと思うので、ここをなんとか死守ですね。ここから下に行ってしまうと本当に結構深掘ってもね、おかしくないので、まあ、一応27万2千円ぐらいを下値のめどですね。それからニューヨークダウとかがさらに加速度を増して崩れてくるとなると、やはり20万円割れっていうのもね、全然あるんじゃないかなと考えますので、非常に警戒感は持った方がいいですね。危ないです。それからライトコインですね。こちらもちょっとね、動きがなかなかね、おとなしいというか動かなくなっちゃったなという印象が強いんですが、ライトコイン今日はですね、11,436円と一応プラス転換の表示になっています。状況的にはね、本当に動きが悪くてですね、まあ、一時4万円ぐらいまであった時期、昨年の5月ぐらいですかね、5月ぐらいが4万円ということなんで、そこから見ると大体4分の1はいかないけど、まあ、3分の1ぐらいには最低でもなってしまったという感じ、まあ、4分の1に近づいてるなっていうのがこちらのライトコインの状況です。もうすぐ4分の1になってしまう仮想通貨だなというのをまず認識していくと、まあ、そこそこ安いのかなというふうにもね、感じるんですけども、まだまだ安いけども下がっているっていうのが多分表現としては正しいんじゃないかなと思っていまして、一応下値のめどはですね、こちら10,730円ぐらい、状況的にはかなり苦しいなというのがね、なんて言うんでしょうね、ライトコインっていう言葉はあまり聞かなくなってしまったなっていうのがちょっとあるなというところで、まあ、ビットコインをこう保管するとか補佐するようなね、仮想通貨なんで、まあ、非常にいい仮想通貨なんですけども、ちょっと皆様の注目が薄いなっていうのはね、正直感じます。
状況厳しいですね。まあ、ただビットコインある程度相関性高いと思いますので、まあ、ビットコインと同じような形の動きをこれからもしていくんじゃないかなというところなんで、ビットコインがしっかり上がればこちらも1万3000円とか1万4000、1万6000ぐらいまで、ね、いけないことはないんじゃないかなと。2月の大体頭ぐらいがそのぐらいの金額です。5000円ぐらい高いところにあるという感じになっています。それではジャスミンはどうなっているかですね。今アルトコインもちょっと見てみましたけども、どうなっているか見ていきましょう。はい、お待たせしました。こちらジャスミーの今日の価格になっています。1.3 円の 3.7% ということで、今日も下落なのかということですね。しかも下げが、まあ、他のものより大きいんじゃないかという思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、私はちょっと下げ幅はちっちゃくなってきたなというところは感じました。今日ジャスミーのね、ちょっとタイトルとしては1円からの未来ということで、今回付けさせていただいているんですけども、まさにその通りで、これからね、1円からどうなっていくか、1円割れからの未来かもしれませんけども、ちょっと状況的には今本当にその通りになってきたというところです。それからジャスミンね、すでにたくさん持っている方の動きを見ていくと、やはりですね、1円になったら買ってみたいという方の意見がすごい多いなと思っているので、おそらく1円はある程度買う方多いんじゃないかな。それも大量に買って将来に向けてちょっと備えておこうという方が非常に多いように思います。ですので皆さん1円まではね、あんまり手出さないと。で、1円だったらちょっとね、買っていくというスタイルだと思うので、まあ、状況が1円になった時の動きはちょっと興味深いなと思っています。ただし1円で止まるということもね、決まったわけでは決してなくて、まあ、0.5 とかに全然なっちゃうかもしれませんので、まあ、ちょっとその辺はね、焦らず行った方がいいと思いますね。はい、こちら見ていきますと 1.3 円ぐらいからちょっと反転したような状況なんですけども、またちょっと 1.3 円の方にね、逆戻りしようとしてるんじゃないかなというぐらいね、動きが良くないですね。まあ、ただ本当に今日は仮想通貨の方が、昨日ニューヨークダウとかがね、あのぐらいの大暴落した状況の中ですね、奮闘してますので、これがいい形として他のアルトコインにも影響が出てきてるなというところですよね。まあ、ジャスミンにおいてもそうですね。ビットコインとかが、まあ、本当にニューヨークダウとかナスダックの動きをそのまま受けていたら、おそらくビットコイン400万円割れてたりしても不思議ではないです。そうするとジャスミン、もう1円ぐらいは軽くね、超えてたかもしれませんので、まあ、ビットコインがなんとか今日ギリギリね、本当にプラスマイナスゼロぐらいの動きをしているので、まあ、状況がかなりいいように見えるんですけども、まあ、ジャスミンもですので 1.3 円ということで1円の方に近づいてはいるものの、ちょっと動きが緩やかなっていう感じです。どっちかというとですね。はい、これが、日足のロウソクの方です。まだまだね、出来高が意外と多いんですよね。この辺でちょっと売りが枯れてきてもと思うんですけども、まあ、この売りというのは多分直近買った方がもう諦めて、もういいやということで、早めに見切りをつけた方が今売りをしていると思います。長期の方はですね、なかなか、そうですね、もうある程度処分されている方もね、多いように思うんですけども、ちょっとこの辺のね、出来高の減少が待たれるところかもしれませんね。売りがちょっと一旦減らないと、やっぱりどうしても反転し、なかなか買い圧がそんなに今ないわけですから、1円以下になるまではですね。まあ、ちょっとこういう状況がしばらく続く、まあ、数日続いて1円割れてからの動きですね、本当に。まさにその通りだと思いますし、どうなってくるかね、ちょっとその辺が興味深いです。ただし他の仮想通貨っていうのは、ターゲットになる金額があまりないんですが、ジャスミンは結構明確です。1円になったら買ってみたい。買い増し。たくさんしてみたいという方が多いですから、ある程度ちょっと分かりやすい動きをするんじゃないかなと思います。それから1円からの未来なんですけども、1円で買った方たちのこれからの動き方ですよね、問題は。1.5 円で売ってくるユーザーなのか、2円で売ってくるユーザーなのか、それとも10年ぐらい持って、それこそ10円とか100円とか分かんないですけど、まあ値段も分からないですけど、それぐらいなんていうのかな、爆益が取れるぐらいまで持とうという方なのか、ちょっと分からないんで、まあ、おそらく私は相場的にはやっぱり今年は厳しいと思うので、あんまり高いところで売ろうっていう方たちはまあガチホっていうことになるんだと思うんですけども、やっぱりそんなに高くまで持ちきれないんじゃないかなと思いますね。上がったとしても、例えば2円になりました、2円では売らなかったんだけどまた暴落してきたと、やっぱり 1.5 円で1円で買ったものを売ろうみたいな展開がありえるんじゃないかなと思うんで、まあそんなにこう値段の方が高くなるまで持ってられないんじゃないかなとちょっと思ったりもしています。あとはちょっとだけ売っとこうかなという形で、また少しずつ売り出して、売り圧がやっぱりこう上値を抑えてしまうんじゃないかなと思うんで、まあ、ちょっと動きが鈍いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ですので、せっかく買ったものをやっぱりいらないやって言って、まあ、同じぐらい1円で売るっていう方も出てくると思いますし、
まあ、1円で買ったもの、それが1円で売られるみたいな状況になってくると、まあ、本当にそこがやっぱり重くなってしまうと思うんで、とにかく1円の攻防、ここが焦点ですね、どちらにしても。まあ、ただし一旦は相場のこの悪い状況がまだまだ改善されてなくて、より悪化してますので、おそらくジャスミンはやっぱり1円割れなきゃいけないような状況に追い込まれてしまうんじゃないかなというのが、まあ、体制の見方でもありますし、私もそう考えてます。やっぱり1円の方にジャスミンが悪いとかではなく、地政学的リスクも悪いですし、まあ、とにかく血合いが悪い。FOMC の問題だったり、その辺も金利の問題ですね。これがまたね、そろそろ発言はちょっと今出てこないかもしれないんですけども、ちょっとこう状況的にそういう状況になるんだろうなっていう、こう予想が出てくると思うんですよね。なんかこう皆様の。そうした時にやっぱり金利の問題もリスクオフだという形で、おそらく下げる要因としては同じぐらいね、効果があるので、状況的にはそういう感じになっていくんじゃないかなって考えてます。はい、2.07 円から下がった1週間のチャートなんですけども、状況はね、本当に最悪の一途ですよね。もう上がることを忘れたのかのごとくですね、どんどん下がってしまったという感じになってます。他のものはちょっとここから少し戻したりもしてるんですけども、ジャスミンにおいてはやっぱり1円まではね、逆にこう買わないってなんか決めちゃってるみたいな感じの風潮というか、そんなのもありますのでね、ちょっと弱いなというところですね。はい、これ1ヶ月のチャートです。こちら 4.7 円から今 1.3 円ということは3分の1ぐらいになってしまったという感じなんですが、それ以上ですね。本当に厳しいです。そろそろね、カップイズハンドルのようにクーッとね、こう描いて反転していくっていうのが通常だったらもうとっくにあったと思うんですよね。ただし今は本当に最悪の状況。ここ数年ではやはり最悪と言ってもいいですよね、この状況は。まあ、戦争が起きてるっていうのはまあ本当にないわけですから、そんな状況の中で本当ビットコインはかなり頑張ってますよね。その中でジャスミンは今本当にその影響を受けてしまって 4% 今日も下げているという感じです。まあ、そろそろ1円がね、もう目の前に来てますので、ちょっと皆さん本当に準備して買う方はね、そういう形で、私はちょっとあんまりお勧めしないですね。まだまだ見極めてからでもいいと思います。値段で決めるとちょっとやっぱり1円ってなってしまうんですけども、それはあくまでね、数字の目安であって、今は1円で判断するっていうのはちょっと危険かなと考えてます。ですので、やっぱり下げの終わりのサインですよね。この辺が出てからでも遅くないので、まあ、それが本当に1円なのかね、0.5 円なのか、0.1 円なのか、ちょっと誰も判断できない状況なんです、今。ですので、今は値段で決めてしまうと、やっぱりちょっと失敗する確率すごい高いかなって思うので、値段で決めるんではなくて、そのサインですね。全体、血合いのサイン。その辺をしっかり見極めてからでもいいと思います。まだまだ焦ってはいけないと思いますね。私のは、ジャスミンに関しては、こう、毎日配信という形で今やらせていただいてますので、その辺でまたちょっと下げのね、サインなど出ましたら、皆様にもシェア必ずしていきますので、ぜひね、チャンネル登録まだの方は、この際に、ぜひしていただいて、見逃さないように、それから今1円で買おうと思っている方も、ちょっとね、気をつけていただいた方がいいんじゃないかなってちょっと思いますので、まあ、その辺ですね、皆様、慎重に、トライしてみるのも悪くないかもしれませんけども、ちょっとね、その辺、一回、もう一回考えてみて、どうしてもそれでいいんだという判断がついたらいいんじゃないかなと思いますし、まあ、それぐらい腹がくくれていればね、将来においては、利確できる可能性は十分あるかもしれません。そこはちょっと私もわからないですけどね。でもそれぐらいね、本当に決まっているんであれば、そういう投資って意外とうまくいくというか、意外とというか、うまくいく可能性、十二分にあるかなと思いますが、ただし私は今買うサインは出てないように思いますね。正直。1円でも多分出てくるのかちょっとわからないですね。1円になった時に判断してみないといけないことなんですけど、今のところちょっと買うサインっていうのはどこにも見当たらないような感じがしているので、一切買う予定はないですね。1円でもあれですし、まあ、それこそ 0.5 になった時も、まあ、出てなければやっぱり買わないと思いますね。まあ、状況は今苦しいと思います。すいません、またね、ちょっと恐縮なメッセージで、皆様のね、ちょっとこう、状況も苦しいっていうのは十二分に、本当、ビシビシ伝わってきますよね。本当に、まあ、私も毎日見てるので、本当に苦しいのは、まあ、皆様と本当に同じなんでね、よくわかるんですけども、非常に苦しいですよね、本当にね。どうしたものかと、もうちょっと、ね、本当にそうなっている。まあ、私はでも、ジャスミンに関しては、本当に前から言ってたんですけど、ジャスミン全力っていうのは、やっぱり当初から考えてなくて、まあ、やっぱり値動きがいいなとかね、日本から出た仮想通貨だし、ということもありましたし、まあ、そのポートフォリオの本当に 10% 以下なんですね、5% ぐらいとか、そういう感じで、
当初から進めていたので、あんまりこう影響がそんなにないんですけども、まあ、他のものが下がっちゃってるから同じなんですけどね。まあ状況的にはそんな感じで、今はまあただ今年はね本当にそういう感じの年になるなっていうのも1、2月ぐらいから分かっていたことなんで、それからポジションを減らしている感じですね。利確できるものをどんどんしていってという感じで進めていってたので、まあ、状況的には何て言うかな、まあこう思った以上に下げてしまってますけどね。まあ、なんとなくこういうふうになってくるな。金利の問題が特にやばいと思っていたので、まあ、ロシア、ウクライナがここまでなるっていうのはちょっと私の中でも想定外でしたね。金利の方がもっとやばいっていうのはずっと思っていたので、やっぱりお金が余っているからこその悪影響というのがね、いろんなところにこう出てきていて、まあ、それがまあやばいんじゃないかなっていうふうに判断をして、まあ、そのポジション調整をしてたんですけども、まあ、そんな感じで今はですので、ちょっとアメリカの問題が家にこう隠れているので見えにくいんですけども、そこがやっぱり皆さんもこうもう少しなんていうかな、ちょっとはっきり見えてくるという感じになってくると思うんですね。そろそろ FOMC が始まったりするとまたちょっとボラがでかくなってくると思うんでね、そこでまたちょっと皆様の戦略をもう一度構築していって、いい形でね皆様が儲けが出るように稼ぎますように、本当に、ね、私の方も全力でチャート分析の方はしていきます。まあ、このジャスミンだけに限らないんですけども、今本当に全体が危ないです。ですので、ちょっと他のものも買いまそうかなって、多分思うぐらいの値段になってきてるじゃないですか。それは間違っては決していないと思います。値段的には確かに安いです。ライトコインも先ほど3分の1ぐらいになったとね、お伝えしてますけど、そんなことってあまりなくて、通常であればめちゃくちゃ安いわけですよね。ただ今通常じゃないというのが、どっかで忘れてくるんですよね。たまに上がったりするじゃないですか。あ、これ普通の相場だなって思うんだけども、今全然違いますよ。そこをちょっとはっきりね、今日もお伝えしてみてみました。本当にやばいので、皆さん本当に甘く考えずに。あと値段で決めない方がいいです。値段で決めるのも確かにありなんですけども、それは通常モードであればということで、今本当に下級の時代なんで、その辺をね、しっかり把握して、ぜひね、まあ、ただしチャンスはゴロゴロしてる。ようなところも正直ありますので、そこ見逃さないようにこれからチャート分析の方もしっかりしていきます。これからもどうぞ皆様よろしくお願いいたします。ということで、今回ですねジャスミンの動きの予測としては、今1円の方に昨日と同じです、それから一昨日と同じメッセージを発信しています。違う角度からいろんなねメッセージを発信してるんですけど、常々言ってることは同じです。今は1円の方にずるずると向かっているので、そこを注意してください。それから1円でもう一回判断して、もう買うって決めなくてもいいと思います。1円になった時に周りがどんな状況なのかなというのをしっかり把握して、そこがエントリーだと思えば今のままのその戦略でいいと思います。ただしそこでもう一回戦略をしっかり構築して、逆に 0.5 とかで買えるチャンスになるかもしれませんので、半分で買える、ね、チャンス、1円で買おうと思ったものが 0.5 になっていけばより次の戦略が楽だと思いますので、逆に1円で売れるかもしれませんからね。そういう形で臨機応変にやってみるといいと思います。はい、すみません、長々とお話しさせていただきありがとうございます。ちょっとこの辺で今回はね、ジャスミンのチャート分析終わりたいと思いますけども、一応1円の方に行くという形でメッセージ終わらせていただきます。また別のちょっと動画でね、ジャスミンの方もしっかりチャート分析していきます。また明日ですね、時間はちょっとどのぐらいの時間かはまだわからないんですけども、何か大きな動きありましたらなるべく早めに皆様にお届けするようにしっかり編集してお届けしますので、これからもどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録もどうぞぜひしていただいて、負けない年、これからも一緒に頑張っていきましょう。諦めたら本当終わりますので、ぜひ諦めずに頑張ってください。ということで、今回はジャスミーのチャート分析、最後までご視聴いただきありがとうございました。